アピール案では、まず集団的自衛権のこれまでの政府解釈は国際社会などに定着していると指摘しましたその上で憲法解釈の変更については慎重に議論を尽くし幅広い国民的な合意を形成するとともに諸外国への説明努力が求められるとしています。公明党は これまで集団的自衛権の行使4人については慎重姿勢を強調してきましたがアピール案ではあえて賛否に触れず安倍総理への牽制一辺倒の姿勢から転換しました連休明けに本格化する与党協議に議論を余地を残した上で世論や官邸の動きを見極めたい考えです